マラキの予言、12世紀北アイルランドの都市アーマーの大司教聖マラキが行ったとされる歴代ローマ教皇に関する予言。聖マラキによって記された聖マラキ書。1143年に就任した165代ケレスティヌス2世以降の対立教皇10人を含む111人の歴代教皇についての予言が示されています。予言。ケレスティヌス2世はティベリウスの城よりと予言。ケレスティヌス2世の出身地はテベレ川沿いにある城の市に生まれています。グレゴリウス16世はエトルリアの浴場からと予言。グレゴリウス16世が属していた教会はイタリア北西部のエトルリアのバルネオという地にありました。バルネオは浴場という意味です。ピウス7世は強欲な和紙と予言。ピウス7世在位の時代はナポレオンが猛威を振るっていました。ナポレオンの紋章は鷹です。ピウス10世は焼けつく日と予言。ピウス10世在位の時代は第一次世界大戦が勃発し、ツングースカ大爆発も起こりました。111番目の予言は前教皇ベネディクト16世でありました。オリーブの栄光と記されています。教皇としての名前ベネディクトはカトリック最古の修道会ベネディクトから由来しており、そのシンボルはオリーブでした。最後の112番目の予言になるのが現教皇のフランシスコ。ローマ正教が極限の迫害の中でローマ人ペトロが鎮座する。彼は様々な苦難の中多くの子羊を死牧する。そして7つの丘の町は崩壊し、恐るべき審判が人々に下る。終わり。フランシスコの正式な名前はジョバンニ・ディ・ピエトロ・ディ・ベルナルドーネ。ピエトロがペテロ、そしてフランシスコはアルゼンチン出身ですが、イタリア系移民でローマ人の血を引き継いでいると考えることができます。ローマ教皇の初代教皇の名前はペテロ。ペテロはイエス・キリストの弟子、十二使徒の一人です。ローマ教皇はペテロで始まり、ペテロで終わるのでしょうか。最後の予言には7つの丘という言葉が出てきます。この7つの丘は初期キリスト教においてはローマを意味します。ローマが崩壊するという予言、それはバチカンの崩壊を意味するのでしょうか。それつまりはカトリックの終焉ということなのでしょうか。